間2ゴールフル8、うっかりベスト11。イギリス、スカイスポーツはデータサイト、フースコレド .com の採点を元にした、スコティッシュプレミアシップの、セカンドステージ第2節のチーム、オブザウィークを選出。古橋は、オライリーと共にメンバー入りして、全体トップとなる 9.03 の評価を受けた、同メディアは、ハーツ戦の、古橋のパフォーマンスについて、セルティックの点取りや、強豪古橋は、フースコレド .com で 9.03 の評価を受けて、スコティッシュプレミアシップのプレイヤー、オブザウィークに輝いた、日本人フォワードは、勝利したハーツ戦で、今シーズン12点目と、13点目を挙げ、今シーズンの最高評価のパフォーマンスを見せた、1戦で6本中2本のシュートで、ネットを揺らしたと唱えた。古橋のゴールの質は高い。古橋はボール集中すればちゃんと結果残します。決定機逸することも多いけど、その分数字残すのはポステコ時代同様。古橋をオーバーエイジ枠で呼んだらどうかな。このまま調子を保てば6月代表招集はあるかもしれないな。代表戦で何とかそのクオリティを発揮してゴールをどんどん決められたらな。もうそろそろプレミアから声かかんねえかな。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではサッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。